新納塚古墳は、愛知県春日井市にある古墳。春日井市大止町の新名社境内、拝殿の西側に位置する円墳で、名前は、宗長親王あるいは、森吉親王の遺品を埋葬したとの伝承によるという。1968年12月から翌1969年1月に、かけて、春日井市教育委員会によって、 発掘調査され、同年に、春日石の古墳で、初めて復元保存された。出土品から6世紀末から7世紀初頭の築造と、考えられている。築造当時は、墳径約14から15メートル、墳高約3.5から4メートルと推定される、円墳で、不き石と小規模な修航があったと考えられている。西に向かって開港した。 全長約5.1メートルの横穴式石室を持ち、原室の長さは約4メートル。石室の幅は奥壁で約1.3メートル、原室中央では約1.6メートルまで広がる。また天井までの高さは約1.8メートルとなっている。側壁は持ち送り済みで上部が狭まり、天井石として 長さ1.5から1.6メートル、幅1メートル程度の石5つを加工。また、原室の床面には、大人の手のひら程度の瓦石を敷き詰めていた。石室内から、頭骨の一部とされる、人骨片が見つかったほか、土器や武具などが出土した。出土した頭骨などから被葬者は2人と推定されている。また、紛糾からは、 中世の山茶碗や壺の破片などが出土した。ありがとうございます。